つなぎが速歩競争、つなぎが速,が速歩競争、軽が速歩競争、軽が早足競争とは、競馬の競争の一種である。これは、機種が競争馬の後ろにある、つなぎが車、カズトノリの二輪馬車に乗って競争をするもの。平地競争と違い、機種はジョッキーではなく、ドライバーと呼ばれ、サラブレッドではなく、スタンダードブレッドをはじめとしたトロッターが、競争馬として使用される。 発祥は古代の戦車競争に由来する。つなぎが速歩競争では、歩調によって、トロット、トロット、車体譜と、ペース、ペース、側体譜の2種類に分かれ、トロットで競争する馬をトロッター、ペースで競争する馬をペーサーと呼ぶ。それぞれ走り方によって調教が分かれ、同一馬が両方の競争に出ることはない。トロッターは右前足と、 左後ろ足を同時に地につけ、次のタイミングで左前足と右後ろ足を地につける。一方、ペーサーは、右前、後子と左前、後子とが対になって動く。歩調によって出走する競争も区別されている。いずれの競争においても、クホ、駆け足など、違法双方のチェックは厳しい。一部のヨーロッパの国ではトロットのみが実施されているが、イギリス、カナダ、 アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでは、トロッターとペーサーの両方が行われている。スタンダードブレッドはサラブレッドよりも足は短く、胴が長い。気象が穏やかなため競争ではより幅広い戦術を取りやすい。ドライバーは長く軽いムチを持ち、つなぎ和車のシャフトで叩き音を立てることで馬に合図を送る。日本では、大正時代に戦場で車両を引く。 軍配育成のために奨励され、日本競馬会が開催した競馬において、数多くの競争が実施された。また、かつて、兵庫県にあったナルオ速歩競馬会では、短期間ながらも、専門の競争を開催したこともあった。また、この当時は、つなぎは速歩競争だけでなく、機種が平地競争同様に起乗する騎乗速歩、競争存在していた、日本競馬会では、 函館競馬場と札幌競馬場でのみ行われていた。戦前のつなぎが速歩競争では、距離は4000メートル以上の競争がほとんどであり、出走頭数も20頭以上がザラであった。馬の資源については、トロッター種、特にスタンダードブレッド種の別名アメリカントロッター、ベートロダネは、軍部から軍馬の改良には適さないとされたために排除方針となっており、 トロッター種が出走できない競争が数多く設定されていた。そのため、速報競争に出走する馬は、ハクニーや種と内容種と呼ばれるサラブレッド系の馬、あるいは、血統不詳の雑種の馬を掛け合わせた馬が大半を占めていた。一方、わずかながら、ロシア産のオルロフトロッター種も輸入されており、こちらはアメリカントロッターと区別されてロトと呼ばれていた。 またわずかな数のアメリカントロッターの繁殖場もいて、優秀な競争場を排出していた。しかし1940年には、軍部により速歩競争の中止が指示され、競争場や繁殖用場の多くは、軍馬として徴用された。ただ一部は徴用されずに国内に残留し、戦後の生産に寄与することとなった。太平洋戦争敗戦後、各地で地方競馬が再開され、 速報競争も実施されるようになった。一方かつての日本競馬会から運営を引き継いだ国営競馬では速報競争はしばらく開催されなかったが1950年になって競争場資源が十分ではない状況から競争数確保のためにつなぎが速報競争を復活することとなった。しかし比較的競争場の等数に恵まれていた関東地区では関係者が 競争復活に消極的であったため、より競争場の等数が少ない関西地区でのみ、競争が行われることとなった。ただし機種は不足していたため、戦前につなぎが速歩競争の機種であったが、戦後競馬界から離れていたものや、一時的に調教師に対して機種免許を与えて、機種を確保した。戦後はつなぎが速歩競争に適した。 スタンダードブレッド種などの生産数は減少しており、また長年改良も行われていなかったため、競争馬間の能力差は大きかった。そこで、白井新平ら関係者により、将来的に繁殖入りして、馬種改良に寄与することを前提として、アメリカからトロッター種の競争馬を輸入したほか、出走馬の能力差が少ない日本国外の速報競争では、一般的な モービルスターティングゲートも使用されるようになった。この頃、首都圏に、つなぎが速歩競争専用競馬場の設置が検討されたが、これは日の目を見なかった。一時期の関西地区の中央競馬を支えていた、つなぎが速歩競争であったが、軽手場、特にサラブレッドの生産等数が増加し、一競争あたりの出走等数や競争数が増加してきた一方で、 速歩馬は高齢まで出走を続ける馬も多く、速歩馬自体の在級馬自体も増加していった。さらに、速歩馬のほとんどが京都競馬場の旧車に所属していたが、走法などの調教には時間を要するため、次第に増加してきた平地競争用の馬との調教時間の調整が難しくなってきた。一方競馬ファンからは、競争にスピード感に乏しいなどの理由もあり、主催者、 ファンの双方から次第に興味が失われていった。日本中央競馬会では、まず1960年に即ホバの競争出走条件を200メートルを19秒で走行できることとして、それに満たない馬の出走を制限することで、即ホバの在馬や頭数の制限と競争内容の充実を図ったものの、大きな効果を上げるには至らなかった。 また平地競争の競争数の増加により、つなぎが速歩競争で、シワパバ,バを使用することによるババの痛み無視できなくなってきた。このため1965年には、阪神競馬場や京都競馬場での競争を中止し、ローカル開催の競馬場のダートコースでのみを行うことに変更した。その結果、関東地区の新潟競馬場でも、中央競馬のつなぎが速歩競争が行われるように、 なったただし、つなぎが速歩競争自体が縮小方針となっており、廃止に向けて関係者や生産者団体との調整も進めた結果、1968年12月、中京競馬場で行われた競争を最後に、中央競馬でのつなぎが速歩競争は終わりした。なお、最後に廃止記念競争が行われる予定だったが、中京競馬場でファンによる 騒乱事件が発生して、開催取り留めとなってしまい、行われることはなかった。一方地方競馬では、戦後すぐに、つなぎが及び、気上速歩競争が復活し、馬産地の北海道や東北地方の地方競馬で、重要な地位を占めたが、中央競馬でのつなぎが速歩競争の衰退及び、廃止によって、馬資源の保が難しくなったため、1971年6月に、 森岡競馬場で行われた競争を最後に廃止された。それ以後、日本国内での馬券発売を伴う競争は行われていない。一方で、畜産振興などのアマチュア層競馬としては、現在でも北海道の根室振興局管内を中心とする道等で行われている。だが、競技人口、つなぎは速歩の機種そのものは多く見ても数十人規模と、 ごくて少なく、日本一競技人口の少ないスポーツという異名もある。競馬法試行令、第5条及び17条の4により、中央、地方競馬とも現在でも、法令上は、施行可能であるが、もしも復活をさせるとしても、現実として、現在の日本国内のスタンダードブレッド種の生産状況は、内国サンバのみでの競争番組編成は、現実的に不可能である。 また、現在現役の機種には、トロットレースの技術を持つ者も,もほぼ皆無であり、人材確保についても極めて困難が伴う。ただし、相馬の日のイベントなどとして、競馬場で模擬レースが行われた例はある。これについては、ジンバは上述のアマチュア層競馬の面々が参加して、行われた。中央競馬の場合、3回もしくは30メートル以上。 キャンターで馬を走らせた場合に失格になるという規則が定められていた。つなぎが速歩競争の出走等数は常に多く、競争中は相当数の審判員が出走馬の走法を監視し、走方違反が発生した時点で失格としていた。また、各馬の能力差の大きかった日本では、モービルスターティングゲートを使用した時期を除く能力差に応じて距離判例を設けており、 スタートの合図は、スタートラインで振り下ろされる赤旗によって行われた。最多出走場は、BG キング271回。北、アメリカにおいては、つなぎが速歩競争の80%から90%は、ペースーであり、ほとんど全ての競争の距離は1マイルである。また、ヨーロッパなどで見られる距離半で競争は行われて、おらず、全競争で、モービルスターティングゲートが使用される。 多くの競馬場では緩やかな傾斜があるが、いくつかの競馬場は平地競争と共同で使われるために傾斜がない。トロッター3巻やペーサー3巻、ブリーダーズクラウン、トロッターとペーサーごとにオスメス別、バレー別により十に競争で構成されるなどの競争が有名である。北、アメリカでは馬がキャンターで走った場合、ドライバーは直ちに馬を、 大外に持ち出すとともに手綱を引き、位置取りなどで有利になることがないよう承知することが義務付けられているが、速歩に戻った場合は競争を継続できる。ただし、キャンター状態でゴールした場合は失格、または硬着となる。この点は、キャンターで走れば即座に失格となるヨーロッパの競争と大きく異なる。アメリカのニュージャージー州にある、 メドーランズ競馬場とフリーホールド競馬場、カナダのオンタリオ州にあるウッドバイン競馬場ともホーク競馬場が人気のある競馬場である。特にカナダではサラブレット競争よりも人気がある。アメリカでは1947年以降、記者の投票によってペイサーとトロッターを合わせて一等の年度代表馬が選ばれる。オーストラリアでは速歩競争専用競馬場が 各地にあり、盛んに行われている。競争は、一般的に1マイル以上の様々な距離で行われ、勝利数によって、クラス分けされている。1競争ごとの参加頭数が多く、13頭が出走することも、珍しくない。ニュージーランドもほぼ同じであり、多くの馬が、タスマン回を超えて交流している。最大のイベントは、インタードミニオンチャンピオンシップである。 この競争は毎年オーストラリアの各州で持ち回りで実施され、4年に1度はニュージーランドで実施される。イギリス、アイルランドを除くヨーロッパの多くの国では、日本で一般的に行われている平地競争よりもつなぎが速歩競争の方が人気がある。特にイタリア、フランス、スウェーデンの3カ国が規模が大きい。他にベネルクス3国、スイス、 フィンランド、ノルウェー、ドイツ、デンマーク、ハンガリーなどでも年間500の1万の競争が施行され、どの国も平地競争の競争数を上回っている。競争形態はトロッターが中心。競争場は高齢まで現役を続けるのが普通で、一流場でも10歳頃まで現役を続け、平地競争の一流場では考えられないほど多くの競争に出走する。 国ごとの交流も大変盛んで、8カ国14競争が対象のもある。特に有名な競争は、フランスのバンセンヌ競馬場で行われるアメリカ賞とスウェーデンのエリトロップなどで、アメリカ賞はヨーロッパの競馬のイベントの中で最も権威ある競争の一つ認識されている。ただし、全体的な賞金に関しては、平地競争には及んでいない。 サンモリッツ競馬場では、雪上で行われる、つなぎが速歩競争を題材としたゲームも、多数あり、優秀なスタンダードブレッドを生産して、世界を物体に戦うことができる。フランスのトロッターは、毎年1万頭を超える規模で生産されているが、そのうち能力試験で合格し、競争馬となれるのは、約4000頭である。なお、能力試験は一年ごとの更新制であり、 毎年受験させる必要がある。競争場が競り位置で付けられる。平均価格は2万ユーロで推移し、富裕層よりは庶民層よりの客層が見受けられる。フランスの速歩競争における最大のトレーニングセンターはパリ南東部にある町グロボアにあり、グロボア上の敷地を利用している。敷地の広さは412ヘクタールあり、約69社、約1500に及ぶ。 競争場の管理が行われている。長距離で使用されるつなぎガシャは、競争時のものと別の車であり、長距離と競争で場面が変わることに使い分けがなされる。ここで長距離を施される馬は、長教時のみならず、旧車との往復時にも、速歩で移動させ、動作をうまいを覚え込ませているという。トレーニングセンターそばにある、黒菩城は1580年に建築されたもので、あり。 現在は、速歩競争の博物館として公開されている。展示物には、過去のアメリカ賞優勝馬の勝負服人形がある。なお、速歩競争の博物館は、黒ボワ城を含め世界に2つしか存在しない。フランスで、つなぎが速歩競争が人気を博している理由として、不確定要素によるギャンブル性が強いことや、競争馬の活動期間が長いこと、 比較的場所になりやすいことが挙げられる。ヨーロッパではライセンス取得が容易であり、アマチュアドライバーによるつなぎが速歩競争も活発に行われている。前述のアメリカ賞前日にアマチュアドライバーのチャンピオン競争も行われているフランスではつなぎが速歩競争に加え、騎手が速歩競争場に騎乗して争う騎場速歩競争も一部で行われている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。